リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、今日はまあお酒でも飲みながら動画でも撮ろうかなという形で動画を撮ってる形でございます。まあ特に何かがあるわけでもなくというもう雑談みたいなもんですね。はい、まあゴールデンウィーク帰ってきまして、まあ釧路の方だったり厚岸、根室、網走の方ですね、に行ってまいりまして、あの北海道でいう右側の方ね、の方に行ってきまして、まあ弟がその釧路だったりそっちの方にいますので、行ってまいりました。4月の30日にね、私ちょっと髪切りに行ってて、母ちゃんがその後迎えに来てくれて、で夕張に、が実家なんですけど、夕張に帰って、ちょろっとしてから次の日その弟のいる方へ行って、でその次の日から2日間弟が休みだったので、一緒に弟親と一緒にいろいろ回って帰ってきたっていう感じですね。で1日目がね、厚岸と、まずそう行った時が西尾峠とかを越えて、釧路の方に向かって、でその途中で厚岸で牡蠣を買ったり、してご飯食べたりして、で次の日が網走の方か、網走刑務所がね今の観光名所としてなってるんで、そっちの方を見たりとか、した形です。でその次の日に根室の方に行って、あの北方領土のなんか関係の資料館みたいなところに行ったりっていうところね、望遠鏡で実際に見ると、そのあれは歯舞前になるのかな、歯舞前の方の島がねちょこっと見えて望遠鏡で、でなんかあちらさんの建物らしきものがこうチロッと見えたりみたいな感じでした。まあ今ねウクライナのああいう件もあるんで、ちょっといろいろ考えさせられるなというところです。まあなかなかただ歴史のことなのでね、詳しいところとかね、なんかそういうのはあんまり言えないですけども、こうまあ歴史の勉強とかもしててもね、2等変更返却がするよ、もうなんだろう、あんたあれだのこれだのみたいな感じで、結局それも拒んで4等返せみたいな、いろいろあった結果2等も返ってこず、最終的には今のところ返ってきてないよみたいな話なんで、んーなー、まあ賛否両論あるかもしれないけど、こう私個人の見解としては返ってこないんじゃないかなと思ってます。これは本当に個人の感想ですよ、ただの素人の感想なんで、いろんな言葉があるとは思いますけれども、私的には帰ってこないんじゃないかなみたいな、こう歴史の勉強とかね、こう学校で習ったことを考えると難しい問題だよね。まあ、ただそれ以上攻め込んできて北海道に入ってくるっていうことだけはやめてねぐらいな気持ちで考えてます。ロシアウクライナのその戦争の件とかもあるから、頼むから北海道に入ってこないでくれっていうのが本音。あともう4頭がどうのっていうのはね、お偉いさんたちがどういう風な形でね、いい方向に持っていくかっていうお話なんで、私たちは見守るしかできませんねっていうところですね。なかなか難しい問題でございます。はい、みたいな感じで見てきて、そうで次の日帰ってきて、で夕張で一泊して、ばあちゃんとこ行って、ばあちゃんの畑の耕しだったりね、して、で耕す時に渡された赤いつなぎがね、どう見ても仮面ライダービルドに出てくる佐藤太郎が今夜は焼肉っしょって言いそうな見た目でした。まあ、その辺はね、横に写真とか載っけながら、こんなとこ行ったよみたいな感じで載せときますね。はい、で、まあ、何をしているかというと、うちのペトちゃんたちね、帰ってきたというか預けててね、帰ってきたので、ペトちゃんたちでも見ながらね、このコーヒーのお酒、夜のコーヒー、これね何本か買ってて、最初ねちょっともらって、その時お付き合いしてた方にもらって、ちょっとハマって、少しそれから飲むようになってというお酒ですね。これ美味しいのよ。ロックでいただいております。ミルクで割っても美味しいし、お湯割りにしても美味しいかな。で今日氷を作ってなかったんで氷なしですけども、すごい冷蔵庫でキンキンに冷えてるんで美味しいはず。
美味しいねこのお酒、すごく美味しい。ブラックなんですよかなり。ここにも書いてるわ。氷を入れてロックで、ブランデー香る大人の味わい、ブラックビト。あ、一応砂糖入ってるんだ、微糖だけど。コーヒー、スピリッツ、ブランデー、糖類。あー、コーヒーがやっぱ一番強いんだね。美味しいね。はい。で、まあお酒でも飲みながらね、こうやって動画を回しているところでございます。まあと言ってもね、皆さん寝ております。ちょっとハロ君が出てきてますね、あそこに顔を出して。ハロ君はね、興味津々なんで、なんか喋ってたりすると出てきます。そしてあそこはうららちゃんの部屋ね、ちょっと後日、うららちゃんのお部屋の、この、ケージね、簡易で作ってるケージで、折りたたみも可能なケージなんですけど、どんな風になってるのかって気になるコメントをいただいたので、もう動画は撮ってるんですけれども、まだ、まとめてないんで、と言ってもね、いつも通り私は、特に字幕も入れず、そのまま動画をアップするとは思いますが、ぜひとも、よかったら、見てやってください。でそこに今ハルくんがいます。ハルくんね、もともと鳥かごにしてたんだけど、ケージの場所を入れ替えて、そこを今ハルくんの部屋にしてます。はい。でロペ様がいて、ロペ様尻尾がちょろっと出てるね。尻尾がちょろっと出ております。ご飯やったけど、食べたい気分じゃないみたいね。そしてこっちは山椒のね、モノちゃん、クロくん、セピアくんのお部屋ですね。全然見えね。あの橋のね、下にいます。橋の下とね、こっちにもいるね。ちょっと暗くて見えないけど、あ、尻尾だけ見えるね。この木の流木のところの下にいます。で、今、餌場を作って、そこに餌入れてや、溶けてる状態だけど入れてやってるけど、多分食べてないね。で、赤虫だから赤くなっちゃってるね。はい、こんな感じ。まあそのうち食べてくれるでしょう。いやー最高ですよ、このベッドサイド。ベッド切ったね。ベッドサイドなんですけど、こうやって今ね、足も切ったね。椅子があって、サイドテーブルがあって、なんでかドラムの椅子があって、まあドラムの椅子はね、私の使い方としてはこういうことなんだけど、こうやって酒飲んでるんだけどね。あと、まあ、物を置いたりとかできるし、あともう座れるし、っていうので、ドラムの椅子だけ置いてます。電子ドラムはね、この中に。ああ、足癖悪い。あそこに鳥かごあるね。あと、ここに、ケージ作りで余ったものとか、いろいろ入ってるけど、この奥にね、電子ドラムが、ちらっと、あります。あんまり、叩く機会がなくて、電子ドラムはしまいました。ドラム動画を作るときには出して叩くかなと思います。扇風機があったりって感じですね。おりゃ、てい。そんな感じでございます。まあ皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしょうかね。あと2日ぐらいでゴールデンウィーク終わってしまいますけれども、皆様楽しくゴールデンウィーク、連休いただいている方はお過ごしください。私も、こんな感じでペットを眺めながらね、これと言ったこともないんですけども、見ながら、あう、ハロくん出てきた。はい。特にね、なんて言うこともないんですけれども、ペットちゃんたちを観察しながら、お酒を飲んでいる所存でございます。というだけのね、ただただぐだぐだお話ししているだけの動画でございました。いやー、ゴールデンウィーク楽しかったですね。こう、普段見ない光景、風景、そう、普段見ないもの、行かない場所を見ると、やっぱりこう新鮮だなというところ。あと普段やらないことをやるのも、こう新鮮だなというところですね。で、それもね、家族とお過ごしできたので、そういう機会も少しずつ増やしていけたらなと思います。あまりね、親不孝なこともしたくはございませんし、もう少しずつでもね、親孝行できるようにしていきたいなという所存でございます。ただただ金のかかる子供でございますから、本当に
今まで金かかる子供でねいましたから、少しでも何かこう一緒に過ごしたり思い出だったりっていうところもねしっかりやっていけたら良いなと思います。はい、という感じでね、ただただ夜のコーヒーのねお酒を飲みながらペットを見ていた私リントがただただおしゃべりするだけの動画でございました。ということでね、またこんな感じでサクッと動画を上げていったりするとは思うので、よかったらそちらもよろしくお願いいたします。最近ゲーム配信なかなかできてないですけど、ゲーム配信もちょこちょこやっていこうかなと思ってるんで、そちらもよろしくお願いいたします。ということでね、今後ともこちら YouTube もよろしくお願いします。よかったらチャンネル登録お願いいたします。では以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。